やあ、節電気づきだよビッグレオレツイッターとかでね、結構話題になったでしょ、このゲーム。やったやったと思います。どんなゲームかって言いますと、体が凝り固まった女の子たちよ。音楽に合わせて、指で体を押して押して気持ちよくするゲームだよ。何それ好き目丸出し。まあ、そんなこともあって、ちょっと一部の方からちょっと批判の声があったみたいなんですけど、そういう過程でリリースされたゲームらしいんですけど、俺はスキベルが大好きなのでやっていきたいと思います。どんなゲームかあえて説明しない、見てもらえば早いと思うんで、やっていきまーす。主人公はマッサージ師なんですよね。つまりそれだけ説明しとくわ。マッサージ屋の待ち受け室の隅にまとまれた荷物、その荷物のほとんどはこの店リラクゼーション指原でいいんかなの経営者であるじいちゃんのものだ。じいちゃんは少し前に亡くなった。マッサージ師を目指している僕にとってじいちゃんの店で働くのは夢でもあった。はあ、それなのに資格を取ることができてようやくじいちゃんの店で働けると思った時に亡くなった。悲しみに暮れる間もなく仕事や遺品整理に明け暮れる日々。ああ、なんか心情的にあんまりいい感じというわけじゃないんやな。 BGM は軽やかなもんが流れてますけどね。やっと遺品整理の終わりが見えてきたところで僕は変な壺を見つけたんだ。変な壺、怪しいな。じいちゃんいくらで買ってきたこの壺、いくらで売られたんやこの壺。お前収集癖のあるじいちゃんのことだからまた変な壺を買ったんだろうなと思った。でもその壺のデザインはおどろおどろしくてさすがのじいちゃんでも買いそうにないものだった。はあ、よく見てみると変なお札が貼ってあって何かを封印しているようなものでもある。捨てろさあ、それかさりげなく友達の家に置いて帰れ。それはもうなんか家に置いといてあかん気がするわお前。割ってしまっても嫌だし沿っておこうとして思ったんだけど、黒崎を予言してやげろ。割るね。はいでしょうね。はいでしょうね。もう誰でもこれは予想した。誰でも予想できるわ、こんなもん。もう、10人おって9人は絶対にね、割るなって。いや、10人かもしれんな。10人おって10人かもしれんな。1万人おったら1万人かもしれないな。それぐらいのレベルじゃん、お前。もう、見事に手を滑らせて。壺を割ってしまったんだ。都合いいて、物理法則どうなってんのってぐらい都合いいぐらいに滑らしたね。グッジョブグッジョブだね。手についている指紋、いや、やばい、壺割っちゃった、呪われる、アツシ。わあ、どうしよう、これから不幸な毎日が来るのかな。ふう、このわしが呪いとな。安心せ、誰もお主を呪ったりはしないのじゃ。本当なのか。そっか、よかったよかった。え、どうしたのじゃ。え、なにこの声。これどこを見ておる。下じゃ下。下、わっ、猫、どっから入ってきたんだろう。わしはただの猫ではないぞ。モミジという名前がちゃんとあるのじゃ。頭とはすごいマッチした名前持ってきたね、モミジって。わあ、喋った。そのように驚くことかの。さっきから話しておるじゃろうって。そうだな、さっきから話してるよね。じゃあ改めて言わせてもらいます。じゃあ喋った。あれって本当に呪いの壺だったんだ。幻聴が聞こえるなんて。そういうことか。呪いで幻聴が聞こえるように感じとんだよね。おまけにブサイクな猫も出てくるし。ブサイクやって。なんか受線鏡に落ちた人がなりそうだな。おっさんが受線鏡に落ちた時みたいな感じの見た目。多分お湯をかければおっさんになると思うこれ。わしに喧嘩を売っておるのじゃな。そうじゃな。うわぁ、しゃべっ、もみじパンチ。猫のパンチって痛いですよね。痛っ。一旦は落ち着かぬか、アホ。
人の話は最後まで聞くものじゃ。お前猫じゃん。同じようなツッコミ。いや猫だし人じゃないよね。マルチパンチ。いっとー。これが先代のお孫殿とは信じられぬの。じいちゃんのこと知ってんのか。先代ってじいちゃんのこと。それしかないじゃろ。僕もじいちゃんのことを知ってる。しかも喋る猫が。あー騒がしいと思う。待って、めっちゃエロそうな人出てきた。これは実にタイミングがいい。私の運も捨てたもんじゃないね。わあ、お姉さんみたいなエッチなお姉さんに出会えるなんて俺も運がいいですな。なにこれやべ。ちょっとサングラスかける一。サングラスかける一。そんなところにサングラスかける人おるんじゃ。しかも谷間が見えとってほくろがついとってスケベ。もうスケベ。あんたが指原あつしかい。あ、指原あつし、あんたの借金を取り立てに。待って、借金とか絶対じいちゃんの代から残っとるやつじゃん。存続したら借金まで存続してましたのみたいなパターンになってるやん。僕に借金、それって何の話ですか。何、おじいちゃんもしかしてあの壺買うに借金までした感じ。そんな壺俺割ってしまったん。あんな怪しい壺にそんな金かけたん。とぼけるんじゃないよ。この借用書を見な。厳密に言えばこれはじいさんが作った借金だな。今はあんたが払うべきお金だ。だと思った。じいちゃん絶対先生にろくなことしてないな。何この借金、じいちゃんが借金だって初耳なんですけど。いやでも待ってください、じいちゃんの借金を僕が返す必要はあるからここに来ているのさ。あー胸揺れた。あんたが連帯保証人になっているだろう。え、そうなん。そんなまさか連帯保証になってなってる。なんで。あのじじい一回てっからこっちもどっち来いや。散々喋る、話すことがあるから買って来いやだろ。ピコンじゃないんですよ。指原あつしには借金を返済する義務がある。いや音ゲーだからってそこまで音ゲーっぽく出るんやな。なんかちょっと面白いわ。そんなの無理ですよ。無理じゃない、返すんだ。それがお金を借りた人間の義務であり礼儀さ。やばい、グーのでも出ねえな。おっと電話だ。少し席を外させてもらう。え、これスーパーマリオみたいな BGM。 え、もしかしてレトロゲームとか大好きなパターンの人。意外と。え、最近のスイッチとか PS5 とかよりもどっちかというとファミコンの方が好きなタイプの人。この人割と効果モデルな。どうやったって無理だ。こんなことで弱音とは。最近の若者は情けないの。いやお前は。まあこういう時のためにわしがいるのじゃがな。お前じいさんと仲いいんだったらお前じいさんに何か言ってくれや。その壺は買うなやめとけとかさ。お孫殿にはマッサージの心得があるのじゃろ。まあ資格取っとうけんそういうことなんだろうな。一応資格は持ってるけど。うん、それならよし。お主にとっておきの術を授けるのじゃ。何ですか。女の子にナンパしたら100回中100回全部成功するパターンのやつですか。とっておきの術。そうじゃ、その名も奥義エクスタシードライブ。英語で言ってもかっこよくならんからな。快感っていう時点でさ、ちょっといやらしい方向に持っていってるなお前。失踪って言葉がさ、これほどいやらしい言葉にマッチしてくるとは思ってないですな。目光らせるなお前も。驚いて言葉も出ぬようじゃな。無理もない。この秘術は古来よりわしが伝えてきた。何漫画の見過ぎ、エクスタシーなんてらって。やっぱり僕じいちゃんが亡くなっておかしくなってるのかな。変な猫が出てきて、その上奥義エクスタシー何やってドライブだったっけ。マミジパンチ。暴力に訴えかけるな。お前ちょっと都合が悪くなったら暴力に訴えかけるなお前。いった、やばい、これ猫じゃなくて人間だったらもう恐喝まがいのことやってるだろうお前。この術は先代も使っていたのじゃぞ。え、そうなの。ということはそこそこすごい術。でもそういうのって一朝一夕で身につくものじゃないよね。ふふ、わしのパワーを使えば一瞬で習得できるのじゃ。何そのご都合主義。
それってどういう？マジカルモミジパワー！イエーイ！あーなんか浴びせられたけん、それっぽいちょっと声上げてみてるが、そういう感じじゃなかったみたい。何も変わってないけど。手の甲に紋章があるはずじゃ。え？え？ナイクロ紋章？うん、うん、成功しているようじゃな。あとは、マッサージをするときはこの手袋を使うのじゃ。ナイクログローブ。絶天狼天がグローブじゃ。いや、あんた絶対漫画読んでるだろ。術の力を高めてくれる優れものじゃぞ。結構あんた漫画読んでる口やろお前。天狼天がグローブ、なんかの漫画読んでるだろお前。セイントセイヤーだら読んでないでかお前。いやもう名前には突っ込まないけどさ。あー出た、セクシーな人。少し込み入った話をしていて長くなってしまった。いえ。お孫殿、早速小娘にマッサージをする。え、これで小娘か。おい、もみじさんよ、これで小娘なんか。もういろんな部分がビッグバンしますけど。でもさ、いいからするのじゃ。でもいきなりこんな人に対してさ、指押しマッサージとかできるんか。この人ブラジャーつけてんのかな。村山本の周りブラジャーらしきものを見受けられないんやけど、ブラジャーしてんのかな。ノーブラの方が好きなパターンの人かな。わかったよ。あのそもそもこれなんて読むんだろう、名前アラシアラ、え、あ、アラシな、なんだこの名前。どう当て字したらこうなるんだっていう名前。僕のマッサージ受けてみませんか。マッサージ下の名前がカレンティンは読めるけどさ、必要はないだろう。はは、そうですよね。マッサージで機嫌を取ろうかって、そうはいかない。もちろん返済額を減らすつもりもない。でもね、やばいぞこれ。実力行使してさ、ああ行くんとかさせてさ、もう笑からせる感じのやつじゃ、笑からせる感じのやつじゃない。それは分かってます。でもよかったらマッサージを、できればそのオッペーに、そのオッペーにマッサージさせてくれ。そこまで言うなら受けてやろうじゃない。はい、言いましたね。それを言った瞬間あなたの負けです。こっちの秘伝の技があるんですよ。本当ですか、ありがとうございます。いいから早く準備しな。はい。このセクシーなお兄さんの体に触るチャンスだ。というわけでね、これ音ゲーなんですよ。今更言うけど音ゲーなんですよ。タイミングよくボタンを押す系の音ゲーなんですよ。音ゲー、俺さ小さい頃に太鼓を達人やって以来なんですけど、このエッチなゲームをやるために今回音ゲーというあまりやらないジャンルをやっていきます。とりあえずさ、俺音ゲーそんなにやったことないタイプの人間なんで、イージー出してもらいます。なんだこれ。よしよし、ああ絶天狼天下グローブを起動できたようじゃな。はい、さすがはお孫殿じゃの。あやばい、くびれの凄さ。もう文章よりもくびれ、うわぁ何この、ボンキュッボンのレビューが凄すぎだろお前。それよりもおい、ボンキュッボンが凄すぎだろお前。もみじさんの説明よりもそっちの方に見に行く。おい、ボンキュッボンの方がすごい。こんなにグイーンっていう。こんな曲線見たことない。わカレンさんのこの視線もいいな。え、俺カレンさんの上にまたがってる、これ俺またがってる。そのグローブがお孫殿に指圧をするタイミングを教えてくれるのじゃ。マジですか。まずは左右のレーンに流れてくるボタンの形をしたノーツに合わせて指圧をするのじゃ。オッケー。ノーツはコントローラーの場合、十字ボタンの ABXY ボタンの方向にってあるんですけどね。今コントローラー使ってるんですけどね、俺が使ってるコントローラー PS5 のコントローラーなんですよ。だから ABXY じゃなくて丸バツ三角四角だったりするね。どれがどれなのかわからないね。とりあえずやってみよう。チュートリアルで覚えるわ。どれなんか中央のサークルにノーツが重なった瞬間を狙ってボタンを押しましょう。それでは行くのじゃ。音ゲーとしては結構オーソドックスな感じだと思う。スタート。押すぜ、お姉さんの背中を押すぜ。来いよお姉さんのノーツ、俺が受け止めてやるぜ。背中だ、背中を見せろ。うん、 Y はこれか、三角だったわ。
あん。イエーオーイエーオーイエー。やばいな、音ゲーの実況って久しぶりにやるんやけど、久しぶりか、初めてやるんやけどさ、何喋ればやんだろうなこれ。先ほどの流れてくるノーツが線で繋がっておるぞ。はい、繋がっている間は、ああ押し続ける感じ、終わりのノーツが重なった瞬間にパッと。ああこれもよくあるやつだね、音ゲーとしては。ロングノーツは通常のノーツと同じレーンに流れます。ゲージが伸びている間、対応するボタンを押し続けてください。なるほど、これもマッサージでさ、ツボを押し続けるってやつがあるよな。どこ押すんだい。おっと、ちょっと下の方ですね。もう少し下がお尻になるんですけどね。ウィーパッ、ウィーパッ、ウィーパッ、ウィー、ちょっと待って、喘ぎ声出てきてる。ウィーパッ、ウィーパッ、ちょっと喘ぎ声燃えるで始めてきてるね。マーベラスですね。カーソルも使うんじゃ。カーソルノーツはコントローラーの場合は L スティックと R スティックか。ゲージが伸びている間、対応する方向に入力し続けてください。はいはい、お姉さんがマーベラスになってきてますからね。これこの揺れる感じすごいね。最近のゲームの映像って美化されてますね。うわ、ちょっと下の方、こっちか、こうか、こう、割と際どいところ触ってますね。パッドーパッボーン。こんなところ触られたらセクハラやんよ。マッサージってことも受け止めてくれとんかな、これ。触り放題。そうだ、エクセレントお尻。ヒップヒップ。今までのおさらいじゃ。すべての合わさった譜面をクリアするのじゃ。オッケー、やってみるわ。わあ、ちょっと涙目になってる。気持ちよすぎて涙目になってるやん。スケベすぎる、スケベすぎるぜ。来いや。これは上、一回押すだけのやつ。はいはいはい、喘ぎ声のペースが、俺喋らん方がいい感じかな、もしかしてこれ。実況やけど喋らん方が視聴者にとっては嬉しいパターンのやつかな。はい、あー、マジだ。こんなもんかな。なんか最後ちょっとミスったけど、どうかな。パーフェクトじゃ。パーフェクトではなかったの。最後ちょっと押し忘れた。エクスタシードライブの進化じゃぞ。できたね。引き続き精進するのに。ステカレンさん、もうちょっとこの技やりたいんで、もうちょっとやってもいいですか。パーフェクトゲームで出てるけど全然パーフェクトなかった。S なんじゃ。1個くらいミスてもええんじゃ別に。調子に乗るんじゃない。嘘つけ。じいさんに追いつきたかったらもっと頑張りな。ちょっとさっき前のあい声とは全く違うような声出てますけど、あなた発言が、発言がよ。お前さっきまであん、うん言ってたやん。なるほどね。あんたの腕はこれじゃこの先やっていくのは無理って。嘘つけ。結構あい声上げろただろお前。涙前流しとっただろお前、気持ちよすぎてお前。もうそんな澄ました顔でさ、そんなツンデレやらんでもええけん。そんな痛みでしたか。なあ、こんなマッサージじゃかえって体の調子が悪くなるよ。嘘つけ。そこまでですか。つまりだ、あとはあんたの財産とこの店を差し押さえるしかないってことだね。
ちょっと待ってください。あんだけ気持ちよさそうにしてたら嘘ですか、詐欺じゃないですか。僕は借金のことをさっき初めて知ったんです。だから少しだけでいいんです。時間をいただけませんか。夜逃げでもしようっていうのか。ああ、めっちゃプルンプルン揺れる。おっぱい。そういうわけじゃないです。ただ、僕はじいちゃんの店で働くのが夢だったので、この店がなくなるのは。うん。もうに服しているところに金の話を持ち込むとは。私も随分と金の亡者となってしまったじゃないか。いや、申し訳なかったね。そうさね。1ヶ月だ。あ？お詫びとして。1ヶ月は猶予は。ああ、なんか話わかる人やな、結構。意外と上とか。それまでは取り立てることはしない。ああ。様子は見に来るけどね。はいはい。この店はあんたのもんってことにしておく。わあ、結構情に熱い人だった。ありがとうございます。行ってしまったの。そうだな。もっとあの人のお尻、指で押し込みたかったな。今度来た時は前の方も指で押してあげようかな。助かった。一時的にじゃがな。それにしても情けないの。先代ならぬらりくらりとかわしていたというのに。そのせいで俺が被害に遭ってるんですけどね。先代がそのぬらりくらりとせずにちゃんとやってれば俺はこんなことならずに済んでたと思うんですけどね。それはどうなのかな。というかさ、もみじって何者。じいちゃんのことを知ってるみたいに言ってたけど。そうじゃな、あやつとの関係を表すのは難しいの。お孫殿の祖父、つまりは先代じゃが、あやつはわしの相棒とでも言っておくのじゃ。相棒？それって杉下右京。じゃあ一緒にマッサージ屋をしてたってこと？そういうことじゃな。ただ一人で、たまに来ては猫缶セビを叩きじゃないの。でもじいちゃんがお店をしているときにもみじを見かけたことってないな。気づかなかっただけじゃろうな。わしはお主のことを知っておったし、あやつからもよく話を聞かされていたのじゃ。何なんだろう、やっぱお湯をかけたらおっさんになる感じなのかな。今水をかぶったけ猫の姿やけど、今からお湯をかけたらおっさんになるんかな。そうだったんだ。じいちゃんのことだから、喋る猫なんか見つけたらすぐ人に話しそうなんだけどな。あとツイッターとかでもつぶやいてそうだし。じいちゃん意外と最近の SNS とかまハマっとるやな。そもそもなんでもみじって人と話せるの。そのような細かいことを気にするものではないぞ。気になるだろ。ほれ、お主には他に考えることがあるじゃろ。あやつの遺品を整理するのも大切じゃが、明日からはお主がこの店の店主ぞ。ああ。準備することもあるじゃろって。しかも1ヶ月の間に借金の返済こしらえなあかんのよな。本当に僕がこの店を預かってもいいのかな。乱情の小娘がいいと言って。乱情って読むやな俺。何も問題はないじゃろ。乱情、乱情、乱情って感じやね。すごい古いネタ。それにの、乱女乱乱女乱女。小娘も考えが変わるかもしれぬ。ああいう奴らはしっかり金さえ渡せばコロッと味方になるからの。マジっすか。コロッと味方になっておっぱい差し出してくれますかね。そういうのもなかのかな。そういうものなのかな。そういうものかもしれんて。もしかしたらさ、あなたに揉まれてからずっとあなたの指のトリックなのみたいな感じで言ってくれるかもしれんからな。落とすぜ、俺がこの指で落とすぜ。でも一通りのものは揃っているみたいだし、できるとこまでやってみるよ。うむうむ、マッサージのことでわからないことがあればわしに聞くとよかろう。手取り足取り教えてやるのじゃ。じゃあ教えて。こういう時ってさ、お客さん女性に絞った方が良くない？だって男性よりも女性の方がこういうところ聞きやすそうじゃん。あ、いや下心があるとか女の人の体ばっかりしか触りたくないとかそういうんじゃなくてね、そのね、男の人の目が気になる女性とかいるかもしれないじゃん。だから男の人禁制で女性だけってことにするはどうかなと思うんだけどね。そうすることじゃ手取り足取り寄せられないと。マミジパーチ、暴力に訴えかるのやまーし。暴力なし言った、それやめてくれないかな。はい、揚げ足を取るからじゃろう。
年上は敬うべきじゃ。レフジルすぎじゃない？そうじゃ、わしのことは尊敬の意を込めて師匠と呼ぶといいぞ。え？ほれほれ、さっさと開店の準備じゃ。明日から忙しくなるからの。大丈夫かな。この時間は何をして過ごすかの。あ、こんな感じな。電話1時目じゃ。アフタヌーン、昼にやってる。練習、この時間、練習とはいいところが。あ、こういう感じで、ちょっと苦手な人は練習することもできるし。この時間は何、お客のことを知るのも大事なことじゃぞ。お客の女の人を知る情報がここにあるんですか。見るきゃねえな。ああ、やばい、ランジョー、ランランジョー、ランジョーもおるでないんか。ランジョー、ランランジョー、ランジョーおる。なんか、あれ、おい、右足になんかあるぞ、お前。右足になんか、抱えとるぞ。おいおいおい。ランジョー、ランランジョー、ランジョーのさ、右足になんかなっとるぞ、お前。あと、まあ、顧客満足度結構半分まで来とるし。あんなことを言っといて。その程度とか言いながら、顧客満足度割とあるでないか、お前。やっぱこいつ、この、チチデカ女。ツンデレだったか。もうカレンって名前からして察しとったわ。カレンって名前は大体ツンデレっていう勝手なイメージがあるからな。しかしいろんな女の子がいるな。この6人が俺の虜になるために来てくれるのか。お客の練習、この時間は何をして過ごすかの。とりあえずこれでストーリーが進むんだろうか。どこかに出かけるのか。なんだこれ。いつでも店内は綺麗にし、時には休みも必要じゃ。体力の概念あるのか。休みすぎは禁物じゃがな。どこかに出かけるのか。だったらお出かけかな。お出かけした先に何かありそうやもん、出会いが。なんじゃ、忘れ物でもしたのか。買い物か。気分転換にでも買い物か。楽しみなのじゃ。これで言えば、気分なんじゃ、一番上の忘れ物でもしたのか。この家のところにあるさ、この女の人みたいなマークなんなん？ちょっと気になるし、ちょっと気になるけ行ってみようか。アパートじゃ。こんにちは。誰だ？おいおいおい、いきなり父のでけえ女が出てきた。しかも純粋無垢そうないい子ちゃんじゃないの？こんにちは。あ、やべえ、胸の膨らみしか目がいかん。待て、これメッセージウィンドウとか消せんの？違う、お前じゃねえ。違う、お前でもない。違う、それじゃない。メッセージウィンドウ消せんのか。どうにかして。あー、やばい、オートになってる。また新しい父でか女が出てきた。あれ、親子、まさかの親子パターン。待って、どうやってこれメッセージウィンドウ消せるんですか。まずそこの心理からちょっと調べていきたいところなんですけど、どうやってかメッセージウィンドウ消せないんですか、これ。こんにちは、ゆきしらさんかな、だと思うけど。ところで、おじいさんのお店の片付けは落ち着いた？ああ、結構知っとる仲なんやな。はい、おかげさまで。それと、ちょっといろいろあって、明日から即の店でマッサージをすることになりました。まあ、じゃあこれからは忙しくなるわね。うん、忙しくなるんですけど、あなたみたいな人を見てると癒されるんで、もっと会ってください。僕と体には十分気をつけてね。はい、ありがとうございます、天使様。いい人と出会えた。うわ、なんか現実を見せられてるような部屋。あの何者じゃ。ああ、なんか現実に一気に引き込まれたような部屋。ああ、なんかちょっとなんかテンション下がってくる。師匠、あの人は雪白千鶴さんかな。このアパートの青屋さんなんじゃ。あ、じゃあ、あの人のことを、あの人に嫌われたらこっから追い出されるパターンですね。やばい、性欲とその相手との好感度をきれいに両立させていかんかったら、この部屋で生きていけんようになる。なるほど、雪白というのか。あの若さで大屋とはなかなかやるようじゃの。じゃあ、もしかしたら見た目は若いけど実は年いってるパターンかもしれませんが、そういうところが逆に。お孫殿ももう店を引き継いで一国一城の主なのじゃから、あのようにデーンと構えられるようになってもらいたいもんじゃの。無理言うなよ、
資格取ったとはいえ早働き始めて初日やぞお前。借金を返すまでは一刻一死、何やったっけこれ。さっきちょっとメッセージ声優のセリフもあったのに読み方忘れたわ。この感じの主とは呼べない気もするけどね。実質夜やな。どうしたのじゃ、こんな時間帯にもなんかイベントあるんかな。いや、このマッサージっていうか師匠の力っていうかなんか不思議な感じだなって思ってさ。もうまだわしの秘術の力を信じていないというわけじゃなかろうな。だってうさんくさいんだもん。そういうわけじゃないよ。ただほんと不思議な力だなって。言っておくが、その秘術は誰にでも使えるわけではないのじゃ。あれ、師匠に力を授けてもらったら誰でも使えるんじゃないの。それはお孫殿や先代のように秘術を使える土台があるものだ。才能っていうか基本が使える人じゃないとダメなんじゃ。やべ、じゃあ俺もちょっと、もみじ師匠、もみじ師匠、俺にも力授けてください、お願いしますって言って女の子をすごい気持ちよくさせようという魂胆は失敗みたいだな。この話もしたはずなんじゃがの、お主わしの話を聞いていなかったのではあるまい。ごめん、多分俺都合いいことしか耳に入ってこないタイプの人間だと思う。聞いてたって。本当かの。どちらにせよさすがは先代の孫というところか、筋がいいのじゃ。そうなんじゃ。まだまだ未熟なところはあるようじゃが、鍛えればいいものになりそうな気がするな。ああ、そう言ってもらえれば自信ついてくるな。本当に？わしは嘘はつかん。これからも精進するのじゃ。頑張るよ。こんな感じで進むんじゃ。うわ、借金返済期限とかいう生々しい言葉がある。見たくねえなこんな。次の日感じか。これで一日なんかいろいろ自由に行動できるもんなんかもしれんな。実質から始まる。今日からお主が店長なのじゃ。気合を入れるのじゃぞ。わあ、店長って響きいいっすね。もちろんもみじに教えてもらった秘術で。あじゃあいっと、わしのことは師匠と呼べと言った。そこかよ、そこかよ。お前せめてもみじバーチって一言言ってくらにしてもらえませんか。受け止める体制整えませんからね。ごめん師匠。うむ、それでいいのじゃ。暴力を訴えかける師匠って嫌ですよね皆さん。時にお孫パワハラって言うんですよ。店の準備はできておるのじゃろうな。それはバッチリ問題ないよ。うん、それならよし。先代のお孫殿がどれくらい成長するか見ものなのじゃ。お孫殿頑張るのじゃぞ。オッケー。敬意はどうあれ先代から託された店を守るのじゃ。そうだね、頑張ろう。お客さんを待つとするかな。というわけでこんな感じで2日目がスタートするわけか。よっしゃ、じゃあ今回ちょっとキリがいいんでこの辺で終わらせていただきたいと思います。ビカパラメーターとかあるんじゃ。 48% もあるけど、いきなりわランジョランランジョランジョ、めちゃくちゃ、ちょっとランジョランランジョランジョでめちゃくちゃ 48% も獲得してる。ちょろい、あの女ちょろい。よくそんなんでさ腕前下手くそでみたいなこと言えたな。おいおい。おい、ランランランジョランランジョランジョさ、お前月来た時過去個性や。お前月来た時がお前の昇天のタイム時間じゃ。お前天国へ連れてってやるからな。お前カレンという腹を天国で咲かせてやるからな。覚悟しとけ。